締めたいと思います。あの前4期の X に投稿したやつはこの日がありますっていう、あのあなんかみんなもう分かってるよそんなもんみたいな内容を載せてしまったので、今回は衣装を決めたいと思います。はい、じゃあなんかあの時まだ全然決まってないのにみんなもうあげるから、えやばい、なんかあげないとダメかなとか思って、はい、急遽日程を書き表したものを載せた次第でございます。自撮りはねなんかいらんかなと思って、だっていらなくない？メールとかで送るし。みゆちゃん全完売、誕生日だとねやっぱりおめでとうを直接言いたいということなのかもしれません。候補といたしましてはチャイナと、あのねお姉が着てたものを丸パクリするっていうか丸々貸してもらうんで、あのお姉兼任の方はあれこれ昨日見たなとかいう方もあるかもしれない、あるかもしれないっていうかほぼそうだと思いますが許してください。アンナの虜でお姉はあんまり知らないっていう人はまあそんなことは思わないんじゃないかなって思います。あ、全部あのお姉のやつなんで、かあとはあれ私服かっていうこと。カニはしません。カニはねお姉がするからいいんだよ、私がしても面白くないし、私面白キャラで言ってないんで。じゃあ候補を言うと、ねお姉と被る日となるとお姉と被る日はこの衣装着れないっていうのがあるので、なんかあまあだいたい決まってきちゃうんだけど、着る人が変われば印象も違う。いや私はそっちで売らないので大丈夫です。オンラインの10月20日はあの生誕ティーです。生誕ティーが間に合えば生誕ティー着たい。全然デザインとかね決めてないからみんなが着れるものを作れるか分かんないけど、できればお揃いできたらいいなと思います。10月20日は生誕ティーになります。まあ生誕ティーの下は全然決めてないな。まあスカートかズボンです。お祝いの言葉を待っています。でもうここはもうね決まり、前から言ってたし、そうオンラインだから下見えないから、あそっか。今のところまあオフラインから先に決めたいんだけど、オフラインは5回あって、どれかで私服も入れようかなと思うんだけど、私夏のまあ私服って言ってもな、まあどこかで私服入れたいなとは思っています。私服を入れるならどこですか？新しいの買わないといけんかもな。新しいの買ってください。ママハイブ長岡、ハイブ長岡は2日間ございます。8月18日と9月14日だったような気がする。多分浴衣をねママが買ってくれれば、ママが買ってくれれば浴衣はもう着たい。
まあ買ってくれなかったらお姉のを着回しします浴衣な着付けなとか思っちゃうんだよね。浴衣着るまではいいかもしれないけど、髪型とかさ浴衣に合うというのをこなんか迷うなっていうところだよね。結べる？結べますよ。なんかでも私がいつも家でするお団子って綺麗なお団子じゃないからさ、お団子できたらまあ汚くてもシュシュとかで隠せばいいから、まあそうなるかな。浴衣着るとしたら浴衣か私服にする。じゃあハイブ長岡1日目は、あ間違えた、8月18日は浴衣か私服になりますね。オッケー。まあどっちかお楽しみってことでどっちになるか分かんないってことは私服枠をもう一つ作っておこう。分かんないから、あ、候補チャイナと、チャイナとあの狼と、あと制服、あ本当のじゃなくて偽物と、なんだも、なんだなんだこれ、字が汚すぎて読めないわなんだこれ、なんかちょっと待ってもう一回見てきていい？あのあの候補、候補いた！キョンシーとモノキューレナースとモノキューレキャットでした。あとシュガーラビットでした。そのなんか最初についてるモノキューレとかシュガーとかいうのよくわかんないですけど、切れそうなやつをなんかほぼネットかぶってるね。 KMT はつまんないかもしれないけど希望としては最後の部私服だとか、確かに、あでも私今回は全然ないので、あチャイナあります。あの部数がいっぱいあるわけじゃないので一日丸一日は同じ服着ると思います。でチャイナが半袖なので、半袖だからね寒くならないうちに着たいんですよね。9月10月あたりに。どっちがいいですか？9月？2部スタート、やべそこまではメモしてなかった。希望をお知らせください。9月か10月かっていうハイブ長岡か東京流通センターかになります。
9月かな、9月ですか。9月で、じゃあ9月チャイナにしますね。お姉2個チャイナ持ってて、青となんか青緑みたいな方と赤の方があるんですけど、青じゃねえ、赤にしました。なんか着てみたら青緑みたいな方なんか似合わなかったです。まあ赤もそんな似合ってるかって言ったら似合ってなかったんですけど次10月5日東京流通センターです。東京流通センターを何にしましょうか。2日間ですね。あと今残ってるのは狼制服、シュガーラビット、ナース、キャット、キョンシーです。私服でよろしいかと。私服でいいんですか。私服買わんといけんね。私服にしますか。東京にはお荷物になるように。あら、ご気遣い、お気遣いありがとうございます。レッスン着の日、ひろかみたいなことはならないと思いますあ、ひろかレッスン着着るんでしょレッスン着配信で見れるじゃん。かの有名なエスプレッソのレッスン着を着るらしいですよレッスンに着るおしゃべり会マジで何面白いんですよね。行ってみたいわ私が。姉と共有なら荷物少なめ。確かに。けどどうしよう、会えなかったら、もし会えないとかなったらどうしよう、怖い。多分会えないことはないと思うので、お姉が10月5日に着るやつを私が10月6日に着てもいいですか。モノキューレキャットです。多分私がそれどっちも着るってなると私が荷物持つ羽目になると思うんですけど、10月6日にしましょうか。はい、じゃあそうします。ハロウィンに一番近いのが11月2日じゃないですか。あのオンラインになっちゃうんですけど、あでもな、オンラインだと上しか見えないから、コスプレ、全身コスプレ系はオフラインの方がいいのかな。狼とか尻尾があるんですよね。尻尾見えないよね、オンラインだと。多分無理やり見せないと。確かに無理やりは嫌だな。じゃあオフラインの10月5日か11月17、どっちがいいですか。狼、止めてください。どっちがいいですか。
投票しようか。こういう時投票すればいいんだよね。一番お姉が着てたやつ。そうです。10月5日が1番、11月17日が2番で決めてください。お揃いできる方はしてください。そう、手もついてる確か。お姉は多分狼着ないんじゃない。私に送ってきた予定表には狼なかったです多分。もう一回言うと、10月5日が1番で、11月17日の狼が2番。行ける日も違うしね。なんかそういうことになると、自分が見たいコスプレを自分が行ける日じゃなかったらさ、まあメールとかで送ると思いますよ多分。多分ってか絶対かな、絶対メールで送りますよ。だから、まあ、直接見たい人は申し訳ないけど、あざとくなる日。何？みゆみゆさんの誕生日だから？違う？なんかの日？マジでお願いします。任せてください。でも私的には会いに来てくれた方が嬉しいけど。なんか新潟の人が東京に行くのはちょっとお仕事とかもあるから忙しいかもしれないけどね。うん。あ、やめよっか。見ますね。はい。2番が多いです。っていうことは、オオカマに行きます。オオカマオオカミにあろう。オオカマオオカミで。64でした。ほんと、ぴったり64ぐらいでした。狼狼で行きたいと思います。じゃあ10月5日私服でもいいですか。どう、なんかまだ見たいのがあれば。まだ残ってるのは「シュガーラビットキョンシー制服」モノキューレナースですね。私服にします。じゃあ以上でオフライン決まりました。もう一度読み上げますと、オフラインの8月18日が浴衣か私服で、9月14日がチャイナ、10月5日が私服、10月6日がモノキューレキャット、11月17日がオオカミです。はい、そんなに悩まず決められていますね。でここまででキョンシーが残ったので、キョンシー11月2日はどうですか。ハロウィン近いんで、他に着てほしい日があればそっちに回すけど、どうですか。シークレットがレッスン着なのやばい。来てくれますか。11月2日は申し込みまだ、まだじゃないよね。私おしゃべり会の仕様が全然分かってないからよく分かんないけど、大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあ11月2日キョンシーにします。
菓子くださいね。オフラインは全日程投げるつもり。ありがとうございます。冬服も、冬服も多分12月の7日はサンタコスが多いような気がするので、全然わかんないけど、あえての冬私服で行こっかな。まあね、まだ先の、本当に今ってまだ7月だから、12月とか11月の予定ってすごい余裕があるから、その時までに買えばいいっていう気持ちになってる。サンタと仲良そう。そっちの方が良ければそっちを買うことも検討します。どっちがいいですか？サンタコスとかクリスマス系統がいいっていう方の方が多ければそっちを購入する可能性もございますので。サンタで、サンタが多いな。上に羽織っている、あ、ないな、オフラインじゃないから。ある、大丈夫だ。サンタの方が多そうだ。じゃあサンタコス検討します。私に手持ちはないので、まあ恥ずかしくなければ来ます、多分。じゃあ今残ってるラビットモノキュレナス制服です。で、あと日程が4日あるので、恥ずかしくても言ってください。はい、わかりました。4日あるのでどこかで私服を入れればちょうどいい感じになるかと思います。あれ大丈夫だよね、かぶってない。ラビットか、私服入れてない。キャット18か、入れてない。ナス入れてない。 OK。 オンラインには持ってこないの？何をですか？何を持ってこないの？何をだろう？何の話してたっけ今。制服は確か長袖だったので、また後で 4KX にあげてね。あげません、多分。ごめんなさい。結構そのタイムスケジュールみたいなものを作るのが大の苦手でして、苦手なんです、とてもとてもとても苦手なので、はい、多分メールかチャットです、はい。あのね、制服お姉から借りたら長袖もあるけど、普通に自分で買ったスカートとリボンだけのをもあるから、半袖も着れます。言ったら半の人が作ったやつ、それいいのかな。メモ、とりあえずメモしたやつはメールに送る予定です。どっちがいいかな、長袖がいいかな。長袖だとしたら11月24に入ります、多分。ここにじゃあ入れてみる。せい、あ、制服チャットもお願いします。メール取ってないんだね。わかりました、チャットも送りますね。じゃあオタさんのレックスにあげそう。お姉もその事態起きてたからね、恥ずかしいからメールに送ったのに X に載せてたみたいな。
ただのメモなので皆さん皆さんは載せないでください。皆さんが作って発信してくださるのはとてもありがたいのでぜひお願いします自分が作ったものはどうか世に広めないでください そうですね。じゃあ今制服が長袖の制服が24日でなくなりました。んと残りがぴょん、シュガーラビット、モノキューレナース、私服です。私服は夏服は私服がないのでどうか勘弁してください。どうか9月7日とかなら全然夏休みぐらいに買いに行けそうではあります。まだ9月しか撮ってない。あら9月来てくれるの？オンライン？オフライン？楽しみ。最近全然会った気しないし。制服はまだコスプレではない。がっつり制服はコスプレではないです。コスプレだけど年齢的にはコスプレじゃないです。どちらもイエーイ、楽しみですね。オンラインコスプレないの？入れてますよ、ちゃんと入れてますよ。オンラインも現役ですよ。そうそう、89のオンラインしか撮ってないって言う言えないのに言ってる方結構いるな。いいんですよ、来れる時に来れる場所から参加してくださればありがたいので。来れそうな日に行けるかなってところに応募していただければいつでも話せるのでぜひ来てください。売り切れたら困る？大釜ってこと？うんうん、大釜人気なのか。やっぱり夏じゃないだけよかったね。秋、まあ冬に近い秋だから結構寒いかな。でもみんな気をつけてね、あったかい格好してきてください。なんかさ、すごい先の方まであるから、夏のオカマやばいから、おねんも言ってたすごいさ先の方まであるからさ、だから全然予定が分かんないっていうさ方もいるよね。だって12月の予定なんてまだ全然分かんないはずじゃん。だからこの日行けそうだなって日に来てくだされば、はい、そうだよね。なんなら10月とかもさ分かんないよね、仕事あるかもしれないしさ。オフラインだけ撮りました、ありがとうございます。オフライン、オンラインじゃないかしら、違うか。そうだよね、全然決まらないだろうから、私がじゃあ今じゃなくて今日決めるので、来たいなーって部があったら、部があったらってか来たいなーって日があったら来てくださいまだ7月だもんね。あと3日、モノキューレナースかラビットか私服です。できれば私服は、あでもな8月25か言って、あと2ヶ月ちょい、2ヶ月弱あるね。ラビット欲しいね。シュガーラビットってどんなやつだったっけ、忘れた。どんなやつだったっけ。
結構前に確認したんだよ。なんだったっけ、忘れたけど、シュガーラビットっていう名前でした。そしてモノキュールナースはナースっぽさがあんまりなかったような気もします。なんかメイド服とかもさいいなと思ったんだけど、メイド服まあ今回なんかコスプレばっか詰め込んでもなって思ったんで、まあ次回があればその時にも回そうかなって思いました。でも服装は全くメイドじゃないからね。うん、うさちゃんかなーだったかな。どうします、どうします。じゃあ私服を入れる日をまず決めよう。8月25日か9月7日か9月23日、投票しましょうね。今言った順番です。一番最初か2番目か3番目か。はい、どうぞ。1番が8月25、2番が9月7日、3番が9月23日です。いずれも夏服。9月23日、まあそうだね、気温によるね。でも3だとギリ秋かなくらい。1、2は確実夏だと思います。多分暑いんで。ありがとう。1分くらい待ってみる。まあ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 、そう、いずれにせよ買ってもらわないといけないっすね。なんかほんともう見せてるんで、私が持ってる服とやらは全部もう配信とかで着てるし、あ、見たことあるその服ってなるのあんまり良くないじゃないですか。お金を払って来てくださってるので新しいの買ってください、お母さんお願いしますと言っておきます。手札がないので体操着でもいいよ。無理、体操着無理、レッスン着無理。だって嫌でしょ、いつも配信で見てるな、その服何回目だろうって思うのはさまあ新しいのを買ってもらうチャンスでもあります。私たち最近全然ね服欲求がなくて、あ、この間買ってもらったわ、やばい、ごめんなさい。じゃあ1分くらい経ったかな、終わります。おお、ダントツですね。 55% で8月25日にします。ちょっと期間がないな、急いでいかないと。私服です、夏ですね。夏っぽいのを選んで買っておきます。でも9月ぐらいになるとさ、もうさちょっと秋服で始めるもんね。このぐらいがちょうどいいのかもしれない。うんうん、じゃあ二択です。9月7日、ちょっと待って、9月7日が9月7日の方を決めます。1番、まだ何も言ってないのに投票しないでください、わかんないでしょ。うさぎ、シュガーラビットが9月、あ9月7日がシュガーラビットがいい人は1番で、
モノキュレナースがいい方は2番です。うさぎ、まあ、簡潔に言えばうさぎが1、看護師が2です。7日の方ですよ。そうです、そうです、聞いてから投票しないとね、どっちか分かんないからね。これも1分ぐらい待とう。ありがとうございます、ありがとうございます。看護師好きです、個人的な好みです。それはね、個人的な好み聞いてないんだよね。オフラインが良かった。あら、そりゃごめん、そりゃごめん。オンラインも来てください。注射好きですか？嫌いです。結構な年齢まで看護師さんに抱きついてました。とか言って、結構な年齢まで泣きはしないものの、刺される瞬間までが怖いので、捕まってていいよ、すいません、あーとか言って、結構ね、小学生とかまでくっついてました。まあ、小児科だったんで、そういう専門なんでね、ありがたく。ん、やめまーす。おお、僅差54と45、僅差じゃないか、54、どっちが54やっけ、1か、1ってどっちだったっけ、うさぎか。どっちだったっけ、うさぎでしたっけ、1がうさぎ、2が54、嘘、あ、上の方が2だったね、そうでした、看護師でした。9月7日がナースです、ナースです。うん、いいんじゃない、お姉ともかぶってないから。じゃあ9月の23はシュガーラビットです。イエーイ、決まった、オンラインまで決まったよ。はあ、優秀だね、やっぱりうちのルームは。いいね、お疲れ様でした、決まりました。まあこれメモして後でメールやらチャットやらに載せますので、お疲れ様でした、ありがとうございますみんな。じゃあさ、着るもの決まってると早い。そう、なんかね、どれがいいかな、まずどれがいいかなって選ぶと遅くなっちゃうかなって、なるべく早く決めて、着たい部があれば皆さんも決めやすいかなと思ったんで、絶対今日中には決めたかったんですよね。オッケー、さすが四五デキ。まあ浴衣お姉の仮パクするのもありだけどね。でも浴衣かぶってるか。オフライン当たりました、ありがとうございます、待ってます。今なら全然当たるんじゃない、全部どこの分も。企画決まったので買いましたね、ありがとうございます。皆さんどうも、会いに来てください。オフラインが15秒、オンラインが25秒ほどだった気がします、確か。完売入れたら嬉しいね、完売ね、ないんじゃない。いっぱいあるし、だって均等にみんなが会いに来てくれたらいいかな。なんかめちゃくちゃ話す人が全然いないみたいな日がなければ嬉しいな。わ、今日誰も来てくれない、全然誰とも話せないみたいな日がなければいいか。
な。みんなが均等に私とおしゃべりしに来てくれたら嬉しいです。ありそうじゃない、でも、あ、暇だなこの部っていうところも。まとめ出しよりもループ。まとめ出しってなんだ、一気に何十秒も喋るってこと？ループは一回一回出して何回も来るってこと？どうなんだろうな。好きな方でいいですよ。やっぱりさ、買うのって私じゃないしファンの方なんで、どういうお話し方したいなとか、どういう話し方したいなっていうのがあればそっちで、好きに出せるんだったら自分の好きな方法をしてほしいですけど。なんかめちゃくちゃ話したい内容があるとかだったらまとめての方がいいのかな、わかんないな、初めてだから。ドラマについて語りたい。ドラマか。今期だと一作しか見てないけど。すごい前はめちゃくちゃドラマハマってたけど、最近のは全然ね見てないんですよ。みんなはどっちが好きなの？ちなみに当日券もあるんだ。へえ、そうなんだ。じゃあちょいちょいちょいってしたらさ、来てくれるかもしれないってこと？それ面白いね。アニメについて、私鬼倒すやつしか見てないですよ、アニメは。あと魔法使えないけど魔法学校にいるやつ。途切れさせないで。ああ、ありがとう、楽しみだわ。分かってしまうな。分かるでしょ今ハハハハの最終回がもう終わったんで、作画がすごかったですけどみたいな話しかできないですよ。ちなみに隣のレーンに並んでいる人とする。ふーん、できるんだそんなこと。見えるの？まあハハハハが最終回なだけで、もっとあるけどね、次の編が。原作読んだ、読みましたよ、全部じゃないけど。めっちゃ見えるよ。ちょっと恥ずかしいなそれは。丸見え、恥ずかしいなそれは。そうなんだ、じゃあ釣っちゃいます。隣のレーンにいたらじゃあバレるね、私がめちゃくちゃ暇な時に隣のレーンにいたらバレるね。あれ私推しなのに隣のとこ並んでるって思っちゃうかもしれないね。みんな気をつけてね。じゃあ私が空いたらバレるってことだよ。アンナちゃん倒しと思った。私倒しの方はなかなかいないけどね。でもあの子は推しって聞いてないなって人のところ行ってたらびっくりするからね。バレて叱られたい。すごいすごい人いる。ボイシアこういう時に役に立つ。いやいやいや、バレるって。私もう覚えてるからみんなの顔。あとね、そうだ、名札。4期生だったらやばそう。一番やばいよ。先輩方だったら気にしないけど4期生だったらやばいよ。うん、4期生の脇が私的に一番ジェラシーだからね。同期だから。後輩ができたらまた変わるのかもしれないけど、今は同期への浮気が一番ジェラシーなので助けてください。
充電ないな。名札つけていきます。ありがとうございます。さこちゃんって4期生やっけ。がっつり4期生や。メリーのとこにも行きそう、あなた。名札つけていただけると助かるな。お久しぶりだなとか思う方はぜひお願いします。ヒロカッピは4期生、ヒロカッピもジュナも4期生ですよ。いいって、行きたいなら行けばいいじゃん。多分ヒロカと私って部があんま被ってないから分かんないよ。行っても確か全部ずれてる気がする、ヒロカと私は。なんかバレないです、大丈夫よ。名札お願いします、ぜひ。どんぶらこは3期生、そうかも。3期生ぐらいの貫禄は持ち合わせてるよね、度胸と。そう、はじめましてとか、あとはお久しぶりとかいう方はお願いします。メモにも書いとくね。あといつも着てる服着てきてくれたりとかすればパッとすぐ分かるような気もします。あの誰って誰だはあんまりしないでほしいんですけど、実は実はね、僕誰だってされるともう頭おかしいぐらいに汗かいちゃうので、あの本当に知ってても誰だって聞かれるともうボーンって分かんなくなっちゃう時もあるので、そう、あのね、そういう時もあるんですよ。あ、絶対に会ったことあるし絶対に何回も受付したことあるのに、誰だって聞かれた瞬間、え、いつもの人じゃないってなったりもするので、お願いします、あのいじめないでください、私のことを。やってみよう。最悪最悪意地悪星人いるんだけど、うん、名前間違えてもらいたい。え、間違えてもらいたいみたいなんているの。そう、誰だよりなんとかですの方が私的好感度は上がるので、私からの好感度を上げたい方は名乗ってください、お願いします。大丈夫、分かると信じてる。いやー、すごい怖い怖い怖いって怖いって。はじめまして精神。そこもちょっと微妙なラインでさ、意地悪だよね。あれ、はじめましてだっけ。え、でも見たことある。あれ、はじめましてとか言っちゃいそうだからね。はじめましてしに行かないとね。嘘つけ、この間いたでしょ。アンナちゃんからビンタされたい。ちょっとさ、ちょっしないよしないけど、ショールームの初見ですみたいな。そうだよ、詐欺だからね、あれは。そう、名乗ってくださればどんどん、劇場でもそうだけど顔と名前が一致して、そうだよね、このお顔はなんとかさん、このお顔はなんとかさんっていうのが分かるようになってくるので、劇場でもできればなんとかですって言ってくださればどんどん覚えますよ、覚えますよ。はじめまして詐欺はちょっと勘弁、誰だ誰だクイズも勘弁ってことで。まあ名札が一番嬉しいかな、私的には。お願いします。もうほんと毎週毎日昼夜公演いるよ、私と会ってるよ、名前呼んでもらったことあるよっていう方は大丈夫だと思います。お久しぶりだねって人は名札お願いします。9時でやめよっかな、キリいいし決まったし。
公園も名札あった方がいい。名札でも何でもいいけど名乗ってみるとか。明日、そうそうだ、明日も前座があるので、一応メモ見せてくれる？あ、ちゃんとメールで送りますよ、新しくメモしたやつ。名札作るわ。可愛い名札作ってきてよ、みんな。可愛い名札ここにつけてきてよ。あとでモバメにて送って、モバメとメールとチャットでどっちも送りたいと思います。同じ画像になるからどっちも撮ってる方はどっちもになっちゃうけど、はい、両方送るつもりなので、うん、ちょうどいいのあったじゃん、先月だか。ここに名札あるやつ、すごいシスの名札でいいよ。名前が分かればいいんだから、名札なんて。いやね、みんな T シャツとかさ、うちわとか作るセンスは抜群だから、名札も可愛くしてきてね、可愛くおしゃれしてきてね、名札も。楽しみ、楽しみにしてるわ。こういう、こういうのでもいいよね。早く生誕って欲しい。本当だよ、もう今から考えとかなきゃいけない。みんながさ、え、じゃあ10月20日はみんな来てきてくれるの？10月20日って売られてみんなのところに届く？届かなかったら11月2日と交換することもあるかもしれない。届くかな、20日なら届いてる。本当？じゃあいいね、みんな来てきてくれますか？20日は来てきてくれるってか、オンラインだけど。4日後なんでお祝い待ってますよ、直接、直接ってか画面越しの。届いてるね、オッケー。下は何色のカゴですか？カニもつけないし、カゴも履きません。下は見えないので何でもいいかなと思って。生誕ティー届いたらそれが清掃。そう、なんかみんなさ、やっぱり先輩方も、いや、もうなんかさ、同期でももう発売販売されてるメンバーはさ、劇場に来てきたりもしてるから、うわ、いいなーって思うんですよね。だからオフラインじゃない、間違えた、オンラインあってよかった。アンナちゃんのところ行くときカニつけて行ってもいい？いいけど、いいけど、私は反応してあげられないよ、カニじゃないから。つけることに関しては全然もういいよ。生誕ティーはね、普段使いするものではないかもしれないから、小学生が描いてみたいな。それってさ、ちょっとディスじゃない？それちょっとディスじゃない？カニとかオケお姉だけ。そうなんですよね、姉妹だけど同じ人間じゃないので、カニのお話をしたいときはお姉の、あのおしゃべり会取っていただければいいかなと思います。ユーナの名前をリクエストしたら、ユーナの名前はユーナにしかしないので、リクエストしてくださった方にはその方のお名前で呼ぶよ。その方のお名前の舞をするよ。してほしい方は言ってください。何需要って感じだけど。
どこ需要なの？アンナの取り込むたくさん増やしたいね。もういっぱいいてくださるからな。なんか私が活動していく上で気になるなって思ってもらえればいいかな。なんか増やそうと思って増えるものじゃないし。呼び捨てをしてほしい。あ、呼び方はあれでいいんだよね。うちわに書いたやつね。踊ってくれるのか。いや、踊らんけど。踊るってか首だけなんだけど。私はその数とかは気にせずのんびり知ってます。のんびり活動してるので。誕生日なので、ぜひ会いに来てくださいね。ポキルーム知らないけど、舞うの。舞うって言うと大げさよね、絶対に。じゃあ、衣装とお願いしたいことをまとめたメモを、じゃあ後でメールとチャットに送りたいと思います。マイペースで活動が一番やね。うん、頑張りすぎると焦るから。じゃあ盤上読みたいと思います。13位純飯さん、ありがとうございます。12位まさふみさん、ありがとうございます。11位はやとさん、ありがとうございます。10位たかたんさん、ありがとうございます。9位ひゅうがさん、ありがとうございます。8位まささん、ありがとうございます。7位スマイルさん、ありがとうございます。6位なおくん、ありがとうございます。5位としさん、ありがとうございます。4位なおばっぱさん、ありがとうございます。3位はやかぜさん、ありがとうございます。2位まつわさん、ありがとうございます。1位日焼けさん、ありがとうございます。いやー、思ったよりもスムーズに決まりましたね。こちら後でメールチャットに載せますので、チェックして好きな部ぜひ来てください。楽しみに待ってますよ。私と部が被ってないメンバーへの浮気はバレないので気をつけながらお願いします。アンナの虜の方は。また明日ね。そうです、また明日です。明日は前座があるのでぜひ来てね、ぜひ来てね。またねだよ。はい、じゃあね。おやすみか。おやすみ。